一緒に見ようって誘ってみれば。また明日会うことは明日会うよ。泊まり行きたくなっちゃったの？うん。双子チャンネル。プラレールかな、今日。アンパンマンかい。プラレールのだよ。一緒に見ようって誘ってみれば。一緒に見よう。はい。よかったじゃん。意外すぎてちょっとびっくりした。ごめん、俺絶対見せてくれないと思ってた。よかったじゃん。どこにアンパンマンあるか教えてもらったら。ここやる。優しい。顔が見えないのに楽しそうなことは伝わってくる。そうだね。ただね、周り食っちゃえばいいだけで、確か。じゃあ、ただな、どっちかによるとあれなんだよね。あれ、何重かになってたかな。あ、そういうふうなんですね。とりあえず、山手線じゃない部分は、君とその距離だから。山手線の形になったね。なったね。山手線、ちょっと半分号したね、お母さん。うん、って言ってしまった。山手線半分号にしちゃうの。マジか。それしかないもんね。なんや、半分号はやるの。あれ、飲み物ある？牛乳は、あ、いちごミルクがあるのか。じゃ大丈夫か。いや、ないか。あ、じゃあ牛乳足そうか。牛乳足してあげるよ、じゃあ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。あ、ママ、おじんちたじゃん。悲しい。やめてくれ。やめてくれ。やめてくれ。じゃあ合体させてみれば。これ食べてんの？食べていいよ。ママ買ってくれたんだよ。ありがとうって言って。ありがとう。いやいや。よかったね。ちょっとママと。ママと帰ってくる？明日？明日。え？別に何？お風呂とかも大丈夫？お風呂とかママと一緒で大丈夫？泊まるっていうのはお風呂とか寝るのとかお湯のなんかお風呂とか全部ママで。ピンクピンクいっぱい。ピンクもあげるよ。で、もしどこかのタイミングでちょっとやっぱ寝るのもいいとかだったらママ連絡くれれば来るよ。食べたい。いいよ、食べて。でこれ残りはまた別の時に食べましょう。実はね、気になるの。おーちゃんに大丈夫。だからよくそんな一組だけ持ってればいい。なるほど。あとはおもつかな。おもつあったじゃん。足りるかわかんない。夜用は、夜用はよくわかんないけど。お母さん泣くのね。お母さん泣くのね。うん、うわ、いや、そろそろ私は撤収しようかな。じゃあばあばによろしくね。ばあば、はい、バイバイ。また出てね。うん、このうち。いや、このうちに来るかどうかわかんないけど、また明日会うことは明日会うよ。ばあばによろしくね。